石田真央と申します。日本大学芸術学部写真学科で勉強している4年生です。作品のテーマ、今回タイトルは、ヌードっていうタイトルなんですが、これを見て勘違いをしたら面白いなと思ってくれたらいいなと思って作りました。私も裸とか撮るんだよって作品になります。大根とかばっかり、大根ばっかりです？人参とかもあるの？いや、全部大根で、あの家に畑がちょっとあって、そこで大根栽培してるんですけど、なんかたまたまこういう変な形の見た時になんか裸っぽいなと思って、で、なんかヌードの写真みたいに撮れないかなと思って、撮ってるうちにそうやって見ちゃう自分が恥ずかしいなと思って、今はなんかその勝手に決めつけたりとか、そのなんだろう、勝手な先入観で見て言ったりしたらもうダメみたいな炎上みたいなのあるんですけど、もし純粋にこれを見てなんか裸だなとかエロいなってちょっと思ってもらえたら、そういうのは、そういう作品とか芸術は自由だと思ったんで楽しいんじゃないかなと思って作ってます。そうです、多分この辺でもし純粋な方が思ってくれたら、この辺にちょっとなんか飛び出てるなんか滴ってるのは想像にお任せをするっていう感じで、とてもプリッとしてるという作品です。グラマーなのと痩せてるのどっちが好きですか？そうですね、なんかあるの、これは大根で、これにもいろいろあるじゃん、はい、これ自分の中でイケてるとか、これは一番なんか自分の燃えるとか、でもなんかそのうまくどうやって出来上がるか分かんないんで、これはおじいちゃんと一緒に畑で大根育てて、で、あのこういう形になったのがあったら撮るっていう感じでずっと制作をして、まあいっぱいこういうのは作ってる方がいると思うんですけど、私から見た感じで作っているんで、そうですね、ちょっとこれとかはすごいいい形だなと思いました。おじいちゃんも一緒にやるの？あ、そうです、おじいちゃんが大根最初育てるのが下手で、うん、大胆な植え方をしてたんで、変なのができたんですけど、今はできるように作って、まあ、食べて、取って一緒に、おじいちゃんこれエッチな感じだよとか言って教えてくれるの？いや、変なのあったら取っといてねって言って取っといてもらってこんな感じです。なんか写真をその今学生で習ってるんですけど、なんか影響を受けた作家さんとか作品とかありますか？まあいろいろあるんですけど、この作品を作る上では、ね、うん、いっぱいいろいろいるけど、あ、これ外すの忘れちゃった。もうしょうがない。エドワード・ウェストのパプリカのシリーズ、最初大学入学して1年生の時は見ても全然何がいいのかすごいのか全然分かんなかったんですけど、なんか3年生ぐらいになった時にそのどの辺とか質感とか素晴らしさが分かって、そういうのをちょっと作ってみたいなと思ったりしたんで、一番影響をこれを作る上で受けたのはエドワード・ウェストかなと思います。なんかメイプルソープとかは好きですか？彼は結構ライティングするじゃない、指の花とか。ライティングはしてます？いや、その辺で撮ってます、花とかのライティングとかで言ったら、秋山翔太郎の花のソフトフォーカスなところとか、質感っていうのが結構始めた当初から好きで、作家だったので、そういう感じ、ね、ライティングしてもまた違う見え方がするんじゃないかなと思って、なんか演出、ちょっと自分の演出が入ると、そうですね、今これはもうもぎ取って家の前で撮ってるんで、ちょっとそろそろもう手法が尽きてきたんで、次はそういうのもありかな、
今後の展開とかありますか？うん、この作品は引き続き作りつつやっていきたいと思ってます。卒業した後は？卒業した後はもう卒業してもう卒業してもうそうです。もう1ヶ月も学生がないっていう、はい、なんで広告の制作会社に某会社に行って、はい、アシスタントから頑張ります。なかったですかね？なんか質問あれば。まあ、広告もいいと思うんですけど、やっぱり作家活動の的な写真も並行してやっていく気はありますか？はい、なんか作品は、まあ、作品で時間はあるかも分かんないんですけど、スマホで撮るなりはあると思うんで、作品は私のあくまで作品趣味としてやっていって、仕事としては、まあ、広告やりたいです。別を、仕事と趣味の写真は別がいいと思ったんで、ぜひとも両立してください。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。以上です。この一番ひどいもの